皆さんこんにちは。私も今年76歳になりましてね、プロ野球を辞めたのは昭和、56年の8月26日、これはっきり覚えてますけどね。それからまあその後解説者をやって、今日までもう42年目ですかね、今年。まあ長いこと解説を、まあ、やっておりました。でまあそういう長い歴史の中でね、まあ、現役時代に一緒にプレーした人、もしくは先輩、まあ、後輩ね、いろんなまあ人がいてね、まあその頃考えられなかったような出来事、まあ、これは簡単に言えば、かつて一緒にプレーした人たちがまあ亡くなったりですね、まあ私の親友だったあの古澤健二も、今年亡くなったりね。それからまあ何といっても私が南海ホークスに入った時のキャッチャーで4番で監督だった野村克也さんもね、まあ、当然ながらまあ私らより一通り上ですから、まあ今もしいらっしゃるなら、私の76歳に12を出したらなんぼでしょうか、88か88歳と。まあ世間ではね、いろんな人もいます。まあ先日やりました吉田さんにしてもね、90歳ということでね、まあ、一昨年あたりには、まあ、私と同期の、年齢が同じ、まあ選手だった、まあ、これはヤクルトに、相田投手とかね、それからまあ安田投手ね、それから小田、まあ、内野外野やった人なんですけど、まあ、いろんな同じ世代でね、野球をして、まだプロ野球入っても一緒に野球をした、まあ、こういった人たちもいなくなって、まあ、そんな中でね、まあ、あまり目立たないというか、まあ、私なんかは本当は印象が強かった選手たちの中にもね、亡くなった方もいて、つい最近まあ、阪神タイガースの、OB 会で、まあ、日本一を祝うというようなことで、まあ、大勢の方が来てね、にぎわった OB 会、阪神タイガース OB 会をやった中でね、その、まあ、その時同時ぐらいにですね、かつて私が、まあ、阪神タイガースに入った昭和51年から一緒にプレーをしてね、6年間一緒にプレーしたね、榊原というね内野手、この選手もね、まあ、亡くなったということでね、まあ、私は昭和51年に阪神に入った時に内野手としてね、まあ、彼は中央大学からの課外学級を経て、あの頃日学ヤマハとそれから課外学級というのが割り方ね、まあ社会人野球の名門でしたから、まあ中央大学、要するに東都で活躍した選手たちがね、まあプロ野球にノンプロに入って、それからプロ野球に入ってくると、まあそういういろんな人がもうこうやって振り返ったらいた中でね、この榊原という選手はなかなか、まあ、内野手としてね、まあ、手話なバッティング、それから、まあ、非常に野球をよく知ってる、まあ中央大学できっちり野球をしたということもあるし、まあ、社会人も出たりしてね、阪神に入ってきた時もですね、実はまあ吉田監督がの昭和50年に入りましたから、多分吉田監督の時に、プロ野球に、まあ、入ってきたと思うんですがね。で私は、まあ、それは榊原は50年に入って、私は51年に入ったんで1年前には阪神にいたわけですけども、まあ、なぜか、まあ、気があってね、まあ、よく私のそばへ来て山下さんと言ってくれたりね、それから、まあ、内野をやってるうちに彼もやっとね、私と同じように、まあ、ちょっと恵まれなかったんですけども、やっとこのレギュラーをつかんでね、昭和あれは1978年、この時にもうレギュラーをつかんでね、で非常にまあ2番を打ったり、まあ下位のところも打ったりしながら、しかしランナーを進めるバッティングとか、ここ一番のチャンスに、まあ、右バッターでしたから、非常にまあ重宝がれるというかね、いい選手で、まあ、やっとレギュラーをつかんだということでね、まあ、ある種上位の、まあ、ドラフトじゃなかったけれども、
チャンスをつかんでね、まあ、歴代になったわけです、阪神のね。もう今その彼がその当時二塁手で、レギュラーだったということをね、まあ、もうほとんど知らないです今の人たちはね。だ先日も実は吉田さんと食事をしてる時にね、某新聞社から吉田さんに電話がかかってきてね、で吉田さんの記憶もまあちょっと定かじゃないところもありましたけど、まあ下積みを多分吉田さんの時にはしてたんですけれども、吉田さんが辞めた後にね、レギュラーをつかんでね、まああれは何年でしたかね、昭和54年だと思います。昭和54年にね、完全なレギュラーをつかんで、ブレイザー監督も大変勝ってたんですよ実は、榊原選手をね、やっとレギュラーをつかんで、まあ、内野を固める、センターラインを固めるという意味ではね、これはまあ今年の阪神を見ても分かるように、野球の重要なポジションだったんですね。ところがですよ、今日の話の一番のまあポイントは、まあ、私も昔話の中でね、実はこの後に彼がレギュラーを取った時にですね、実は今年の阪神を日本一にしたという岡田監督がですね、当時早稲田から、入ってきたわけですよ。久々に関西のね、出身の大スターが入ってきたということでね、まあ、大変期待されてね。でその時に実は、まあ世間もですね、もう岡田に対する期待が多くて、でまあある種このレギュラーで毎日使えというような空気感があって、まあブレイザーという監督がですね、当時いやまあせっかくねスーパースターが入ってきて、これはまあじっくり育てて本当のレギュラーにしたいという思いでまあ使おうとしてたところがですね、実際には榊原にもうレギュラーだったわけですから、これを外してですよ、やっとポジションを掴んだ、これ外して新人が来ましたからって言ってね、いきなりポジションを全部開けるということは、まあ現場の監督としてもできなかったわけですね。でそういうことで、実は球団とこう圧力が来てね、マスコミも含めてその岡田を使えコールで、まあそういう声を受けてブレイザー監督がですね、まあ家族にまあ脅迫状が来たりとか、まあいろんなまあ今でいうね、そういうなんか SNS でガンガンいじめられるみたいな、まあ SNS はその頃はなかったんですけど、そういったプレッシャーをかけられて、で球団もなぜか当時の球団もですね、フロントももうその榊原外して使えみたいなことをプレッシャーかけた時に、ブレイザーはやっぱり信念としてね、やっぱりチームを預かる以上は私はやっぱり岡田を育てたいと。だからそんなすぐ1年からね、で岡田も使った割には活躍したんですよ、その年は。やっぱそれはさすがの岡田だったんでね、それは分かるんですけど、しかしレギュラーを掴んだ人まで外してねやるというのはね、これはブレイザー監督できなかったわけです。そんなことでブレイザー監督がね、シーズンの途中で辞めたんですよ、もうあまりにもそのプレッシャーにね。でまあその時に私もうすでに戸玉の選手会長でしたから、ブレイザーも南海時代に一緒にプレーをしたんでね、よくまあ、相談を受けたりしながらね、その話を、俺は本当は岡田を育てたいんで榊原外せないんだと、これはどうしても球団が分かってくれないみたいなことをね、ブレイザーは言いながら、阪神を途中で去っていったわけですね。でそこで、まあ結局中西さんという人がね、代理監督になって、あたりから実は私に関わる話になってきたんですね、これが。もう私はそういう流れがね、やっぱり阪神のダメなとこだなというふうに思いながらね、まあ結果的にその次翌年81年に私はまあ辞めることになるわけですけど、シーナの途中にね、まあベンチがほとか言いながら辞めてしまいましたけど、でもその大元のところの最初のね、きっかけが実は榊原が二塁手だったんですよ。でだからまあそういうこともあってね、まあ、その後私が辞めたその年にトレードかなんかになってね、各チームを歩いたりしながら、まあ、私も評論家して、でいろんなことをやるときに榊原をまあ時々ね呼んで飯食ったり、それからまあ京都にクラブチームを作った時はもう私はいつも行けないんだ、お前監督やれと言って監督をやらしたり、それからまあ現役の時はね、選手の時に、まあ、田淵さんだとか、まあ、私のだとか、それから榊原と3人でね、
3家族でハワイに旅行したりとかね、オフシーズンオフに、まあいろんなそういう思い出が、まあ彼に関してはね、まあその後アメリカにも独立リーグの若い子連れて行ったりとか、それからまあ彼もあちこち転々とまあ球団をして、一緒に野球の好きなね男だったんですよ。だからまあそういう思いをちょっと、まあ私もね、ここしばらく疎遠でしたけれども、まあこうやって昔の仲間が亡くなっていたことに対してね、ちょっと昔の時代を思い出したということで、まあ詳しい話はできませんでしたけれども、そんなことで皆さんもぜひ榊原という選手がね、いたということを思い出していただきたいなと思います。